2023年4月、我が家のビバーナムスノーボールがめちゃくちゃに綺麗です。今日はこれを使って生けていきます。今日使う牡蠣は、ソンゲスの福井の工房で作られた船形っていう牡蠣です。この牡蠣の底ってね、ちょっと丸くなってるの。だからね、剣山の座りがあんまり良くないんで、今日は剣山なしで生けていきます。どう？綺麗でしょ？いいね。いいライン出てるでしょ？ね、これをこうピッてやるんだけど、これだけじゃ絶対立たないから、はーい。ね、コケンベ持ってきました。これで助けてもらいますよ。よいしょ、うまくいくといいんですけどよ。はい、もちろんここは皮を剥いで、こううまく水揚げできるようにしています。はい、ここでいきます。やっぱりね、怖いから針金で固定します。アシスタントさんがいればね、ここのとこ手伝ってもらえるんだけど、一人でやってるとなかなか厳しいですね、こういう時でね。コケウベは今日メインとして考えてあんまりありません。この上にほら、ビバーナムスノーボールをどんどん生けていこうと思ってます。さあ、はい、これも綺麗でしょ。うちの庭から切ってきたの。よいしょ、これをどうしましょう。ここにこう、もうちょっとこの角度、このぐらいでいきましょうかね。全部見せるつもりはないけど、ちょっと隠れすぎてるのも悲しいかなと思ったんで、はい、これちょっとたわめます。そしてここのラインに乗せていきますね。はい、どうかな。うまくこうスーッと出てるといいんですけど、よいしょ。そしてこの辺ね、どうしようかな。もうちょっと重いのがあってもいいな。うん、これいきましょうか。はい、ちょっともうほらボリューム感あるでしょ。これをここにこう入れますね。ちょうどこう挟むとこうグググッとこの流れができましたよね。で、軽めのはでもあんまり入れない方がいいかな。もうね、ここはこのライン守りたいなって思ってるんです。まだいっそこっちですかね。ちょっと考えます。私今年ね、アレルギー性の鼻炎がひどくって、ミモザ全然いけてなかったんです。今日ここで、うん、このね、黄色いの綺麗でしょ。これ入れちゃいます。剣山なしで入れるのって怖いですよね。もうちょっとこのぐらいかな。ちょっと黄色が欲しいのね、これ。これはミモザアカシアじゃありません。三角葉ミモザですね。ちょっとね、葉っぱの付き方が違いますよね。よっ、どうかな。ちょっとうまく入りませんね。こっちにしましょうか。ここだとスッと入る。はい、でこれをこう挟み込んでね。はい、うまく止まりましたね。黄色がチラチラっと見える感じね。はい、前にね、綺麗に見えてるといいんですけど、でこっちにもちょっと欲しいからね、あんまりこう出張らないような感じで入れていきます。はい、
これどうしよう、いるかな。もう黄色十分入ってますかね。ここちょっと入れてます。ここね、ちょっと欲しいんですよ、ちょっとだけね、この辺よ。はい、どうでしょう。今日のお花、ゴージャスなユリ、八重、すごいね。見たことないようなユリです。この辺りからよよ、もうちょっと前に傾斜させて、こう顔が見える感じで入れたいですね。こういう感じね。よったら難しい。えい、ここに挟み込んで、よいしょ、どうだろう。ほい、うまく配置できましたでしょうか。はいはい、どうでしょう。一応こんなところで完成です。ちょっとね、ほら、ここのところとか重なっちゃって、ビバーナムの葉っぱが重いところができてます。ここビバーナム入れましょうか今、うん、はい、ここね、シュッとここ入れます。はいはい、皮も今落としました。はい、よいしょ、この感じで、よいしょ、よ、もうちょっと低い方がいいかな。よいしょよいしょ、今日入れるのすごくドキドキです。はいはい、完成です。ここうまく入ったと思います。では葉っぱが重なっててちょっと苦しいなっていうところはハサミ入れていきたいと思います。作品ナンバー535、我が家のビバーナムスノーボールを生ける、好評、行ってみたいと思います。どうですね、え、切り花で売ってるスノーボールとはなんか勢いが違うでしょう。我が家のスノーボール、毎年毎年綺麗に咲いてくれるんです。嬉しいですよね。ザクザク切っていけております。まずね、右側がね、先端部分すっごく重かったのね。前に回ってみたら重かったというところで、ハサミパンパン入れました。結構軽めにしております。はい、どうでしょうね。やっぱり先端重いの苦しいですよね。でね、今こうやって冷静に見てても、まだもう一輪二輪ハサミ入れといてもよかったかなって思っておりますけど、まあ、あんまり入れすぎるのもこの微妙さが苦しいところでしょうか。はい、それから、右側の後方に1本軽めの足しておいたんです。角度違うカットで見ていただいたら分かると思うんですけれども、左と右のスノーボールの長さが同じぐらいだったから、あ、これまずいまずいと思って左側に長く入れております。はい、そしてね、この八重のもうめちゃくちゃ花びらが重なってるユリ、すごくゴージャス、そしてすごく重かったです。剣山なしで入れるにはもう最悪の花材だったかもしれません。正直ね、一回ねバサッと倒して生け返しておりますね。やっぱり無謀だったかなとはちょっとだけ思った作品ですけど、我が家で咲いてくれるビバーナムスノーボールのためにはね、頑張らなくちゃいけないなと思って行けた次第です。さあ皆さん、
よろしかったら YouTube 登録およびコメントよろしくお願いします。今日はありがとうございました。